神明通り北側神明通りアーケード内部、神明通りアーケード撤去後中央通り、北側から神明通りは、福島県会津若松市内の通りの名称。国道118号、国道121号、国道401号の経路になっている。加えて、本項目では、神明通り北側の中央通りについても説明を加える。神明通りは、会津若松市道との交差点から、福島県道325号湯川大町線、国道252号との交差点まで、中央通りはその北側、白子通りとの交差点までが該当する。神明通り及び中央通りは、会津若松市の中心市街地を経由する幹線道路で、神明通りは商店街であり、神明通り商店街振興組合が存在する。また、神明通りはアーケード商店街になっており、リオンドール神明通り店、蔦屋神明通り店のほか、様々な商店が存在する。神明通りの名称は、神明通りの西側に存在する神明神社からとされる。また、北側の中央通り沿線にもスーパーマーケット、レストランなどをはじめとする商業施設が立ち並ぶ。神明通りは片側1車線で、幅員22メートル、中央通りは片側2車線で、幅員20メートルであり、それぞれ電線の共同溝が整備されている。また、会津若松市の交通バリアフリー整備事業では、実施の特定経路に指定されている。その他、神明通りでは季節によってベンチが設置されるほか、イルミネーションなども行われている。1942年、当時の若松市の都市計画が決定する。この都市計画は、疎開道路として、現在の神明通りを含んでおり、神明通りの建設にあたっては、光徳寺を移転するものであった。加えて、神明通りの建設時期は、第二次世界大戦と重なっており、前述のように疎開道路として工事が進められる中で、店舗や蔵などの取り壊しも伴うものであった。1946年11月に工事が進められていた道路は開通に前後して、現在の中町にある神明神社より神明通りの通り名が与えられている。その後、闇市となっていた時期を経て、昭和30年代に入る頃までに、若松市の市街地における中心的な商店街に発展する。この時期になると、神明通りは商店街としての整備が進められ、1953年に舗装工事が開始されたほか、1956年には神明通り南側の交差点に会津若松市発の道路信号機が設置される。これは東北で初めての道路信号機設置ともされている。また、同年から翌年にかけて、ネオンアーチやアーケードが設けられている。その他、この時期の神明通りには、大型店の開店も見られている。1961年に、大善デパートが、1963年には、後に、中郷会津店となる、若松デパートが、神明通り沿いに開店した。その後、1971年には、長崎屋も神明通り沿いに開店している。1967年、中央通りを計画に含む大町区画整理事業が始まる。この区画整理事業と、それに伴う中央通りの整備は、会津若松駅と神明通りや会津若松市、役所などを結ぶ大町通りなどの混雑を原因の一つとするものであり、市街地を迂回する国道49号のバイパスである。若松バイパスなどと同時期に事業が行われた。その後、工事を経て、1978年に中央通りは開通し、7月14日には開通式が行われている。区画整理事業は中央通りの整備に加えて、公園の整備なども伴うものであったが、墓地や住宅などの移転が行われた上で計画が進められた。1993年、国道121号の経路が大町通りから神明通り及び中央通りに付け替えられたほか、1995年には国道118号の経路に指定されている。また、神明通りを含む中心市街地の店舗はその後郊外を中心に増加したスーパーマーケットやコンビニエンスストアの影響により、従来より厳しい状況に置かれているとされる。2015年、神明通りのアーケード新築が決定し、同年9月14日から解体工事が行われた。2016年度中の完成が予定されている。国道起点方面から終点方面の順、交差する道路について、突起がない場合は、会津若松市道。交差する道路については、左側が上り線側、右側が下り線側。会津祭りは、1953年から会津若松市で催されている祭りで、現在は9月22日から3日間、開催されている。神明通り、中央通りは会津祭り内のイベント、会津藩公行列の経路になっているなど、会津祭りの開催地の一部になっている。戦略的中心市街地にぎわい再生事業として、中郷会津店の営業終了に対して行われる対策で、前述の中郷のほか、先に閉店した会津サティの中に入居していたテナントを町中地域に誘致するもの。また、加えて、テナントの誘致にとどまらず、中心市街地の環境整備も行う計画になっている。ありがとうございます。